顔のパレードリアを引き起こす岩月の模様パレードリア。視覚刺激や聴覚刺激を受け取り、普段からよく知ったパターンを本来そこに存在しないにもかかわらず心に思い浮かべる現象を指す。パレードリア現象、パレードリア効果とも言う。一般的な例として、雲の形から動物、顔、何らかの物体を思い浮かべたり、 月の模様から人やウサギの姿が見えてきたり、録音した音楽を逆再生したり、早く遅く再生して隠されたメッセージが聞こえてきたり、というものがある。意識が明瞭な場合でも体験され、対象が実際は顔でなく雲だという認識は保たれる。パレードリアはランダムデータの中に何らかのパターンを認識するアポフェニアの視覚的、聴覚的な事例である。 アポフェニア及びヒエルファニーと共にパレードリアはかつての社会で世界のコント秩序づけ世界を理解可能なものにする役割を果たしたのかもしれない。この単語はギリシア語のパラと名詞の英道論に由来する。パレードリアによって人は無秩序な映像や光と影のパターンの中に顔を思い浮かべることができる。脳実を使った2009年の研究によると 顔と認識されるような物体は、防水上顔領域で単線時の不活を引き起こす。一方、他の一般的な物体の提示では、こうした不活は見られない。この不活は、実際の顔を見た時に起こる、より若干早い130水での不活に似ている。顔のような物体が引き起こす顔の認知は、比較的定時のプロセスであり、工事の認知的再解釈現象には当たらないと。 論文の著者らは論じている。フメリーを使った2011年の研究も、同様に、実物ではないがそれらしい姿をした、新規の視覚刺激を繰り返し提示すると、実物を提示した時のフメリー応答が減弱する、ことを示した。これらの結果は、その不明瞭な刺激の解釈が、基地の物体が誘発する動詞のプロセスに依存している、ことを示している。 顔らしき線画の例これらの研究は2.3個の円と一本の線をなぜ我々は素早く、ためらいなく顔と認めるかを説明する助けになる。認知プロセスを弱気する顔のような物体は、それを見る者に対してその顔がどういう感情を示しているか、またその顔が誰なのかという注意を喚起する。それは意識がその情報の処理を始める前に起こることである。この 線で描いた顔は、その単純さにもかかわらず、心的状態を表現している。ほとんどの人が、敵対的、攻撃的と解釈するような顔の線画を描くのは、簡単である。この剣道だが、鋭敏な能力は、例えば脅威となる他者の心的状態を、いち早く察知し、そこから逃げたり逆に先制攻撃を加える人が、生き残れるような、非常に、長期間にわたる、 自然選択の結果によってもたらされたとの仮説がある。言い換えれば、この情報処理が複雑な処理を行う脳の部位に達する前に、皮質化で行われることで、俊敏さが最も求められる状況での判断と意思決定が促進される。この能力は人の感情の処理と認識に極めて特化しているが、野生生物の態度を判断する際にも使われている。岩石は、 形状、風化、侵食の無作為な作用によって何らかの物体に見えるようになることがある。多くの場合、岩壁の輪郭が人の顔に見えるように、モチーフとなるものより岩は大きい。化石に興味を持った初心者が、骨、頭蓋骨、亀の甲羅、恐竜の卵などと似た大きさ、形状のチャート岩の岩界、コンクリーション、小石を化石と勘違いしてしまうこともある。 1970年代末から80年代初めにかけて日本人の研究者岡村長之助は岡村化石研究所オリジナルレポートという有名な論文を自費出版したが、それはシルルキの石灰岩を磨いたところ浮かび上がった小さな岩有物が小さな人間、ゴリラ、犬、竜、恐竜、その他の生物の化石だと主張するもので、それらは すべて数ミリの大きさしかなく、それによって彼は知るるキから人間の体に変化はない、ただ大きさが3.5ミ、mm、リメートルから1700ミ、mm、リメートルに伸びたのだと主張した。岡村の研究は1996年にノーベル賞のパロディであるイグ・ノーベル賞の生物多様性部門を受賞した。イグ・ノーベル賞受賞者の一覧も参照のこと。ロールシャッハテストは 被験者の精神状態を洞察するためにパレードリアを活用している。ロールシャッハテストは一種の投影テストであり、それは漠然としたインクのシみに投影された回答者の思考や感情を意図的に引き出すものである。この例における投影は一種の誘導されたパレードリアである。ジュゼッペ・アルチンボルドの弁護士。顔のように見えるのは実は食べ物を組み合わせたものである。 レオナルド・ダ・ヴィンチはその趣向で、パレードリアは、画家が持つ一つの道具だと書き付けている。様々なシみがついたり、いろいろな種類の石が混じった、壁を見たとき、何らかの風景を創作しようと思っていたならば、山、川、岩、木、平原、広がった谷、様々な丘で彩られた、いろいろな風景との類似を見ることができるだろう。また、様々な戦闘や、素早く動く人影、 奇妙な表情の顔、異国風の衣装、数えきれないほどのあれこれも見て取れ、それらを個別の納得がいく形に寄することができるのだ。ありふれた自然現象から宗教的な像や主題を生み出すパレードリアの例は多い。多くはイエス・キリストや聖母、マリアの像、アラーという単語、その他の宗教的な事象だったりする。例えば2007年9月にシンガポールで、 木に現れたカルスが猿に似ているというので、それを猿神として拝む人々が現れるという猿の起源症なる社会現象があった。ありふれた物体に宗教的な像やその他の驚くべきイメージを認めることは広く見られることであり、イーベのようなオンラインオークションではそのような出品物のマーケットが形成されてきた。有名な例の一つが聖母マリアの顔が浮かんだ。 チーズトーストサンドイッチである。ディープドリームで画像を処理すると、店先に置かれたパイの写真に犬の目や顔が浮かび上がるパレドリアは、コンピュータビジョンの分野、特に画像認識プログラムでもテーマになっており、そうした画像認識プログラムは顔でないものを誤って顔と認識することがある。ニューラルネットワークの場合、より工事の機能ほどより認識に関する機能に対応しており、 そうした機能を高めることで、コンピュータが何を見ているかが分かってくる。それは、そのネットワークが、それまで何を見てきたかという入力セットが反映されている。この手法は独特の画像を生み出すことがあり、どのような画像にも本来そこにはない目や顔といった、モチーフを検知して強調する、ディープドリームのような例が知られている。様々な古代ヨーロッパの占いの儀式の例として、物体が落とす。 影の解釈がある。例えばモリブドマンシーでは溶けた鈴を冷たい水に垂らしてできるランダムな形状がろうそくの炎の落とす影によって解釈される。1971年にコンスタンティーンズ・ローディブが表したブレークスルーは彼が電子音声現象の発見と信じたところの現象を生じ突している。イベップは聴覚性パレードリアと考えられてきている。 ポピュラー音楽における曲を逆再生すると何がしかのメッセージが聞き取れるというバックマスキングの指摘も聴覚性パレードリアとされてきている。パレードリアは脅迫性障害に関連付けられることがあり、例えば脅迫性障害の起用歴がある既婚の白人女性は床のタイルに魔女やゴリラの顔が見えていたと報告されている。他パレードリアは熱性疾患、 専門、薬物酩定時に出現することも知られている。ありがとうございます。